はい、どうも秘密結社ひがま総帥ハッチーでございます。今回はプロキオンステークスということで、まあ、今回の馬券作戦が距離延長組を狙え平坦小回りダート1700の鉄則という形でやっていきたいと思います。コーナーが4つある平坦小回りのダート1700コースって、そのコーナーごとにねちょっとペースが緩んだりする関係で、1700より短い距離に適性がある馬がよく来る。これはね、高校生の頃だったかな、大学入ってからでやったかな、サラブレって雑誌のね、金満なんとかっていうコーナーにね、1200&1700型とかって言ってね、ダートの書いてあったのを最近痛感すること、去年のプロキオンステークスもそうだったって話なんですけども、まあ、短距離馬ってことでね、距離適正ちゃうんちゃうってことでね、人気しないでくれるんで非常に効く作戦なんですね。というわけでポイント1、第2のトップウィナーを探せ。去年2着馬3着馬トップウィナー名勝和佐とね、1004とか1002あたりを中心に使ってきた馬でした。まあこの時にね、そう昔聞いた格言を思い出したんだと。まあその前からね、何回か使ってた格言なんだけれども、まあ強く心に刻み込んだ。なので今年こそ使おうと準備をしてたわけでございます。というわけで短距離馬、まあ、去年の2着トップウィナー3着名勝和佐の第2の今年のね、そういう存在を探していこうと、まあ、そしてじゃあ1着馬はどうだったんだ、中距離のお馬さんだったんでしょうって時に、1着馬が2勝クラス勝った時にこの、まあ、小倉だったかな、ダートの1700で勝ったって実績があったんですね。ダート1700で勝ったことがあるってことは、函館にしろまあ福島にしろ、要は平坦小回りコースなんですよ。坂のある、若干でもね坂のある中央馬場のダート1008ではなく、その小回りコースダート1007っていうのに適性を利して勝ってきた馬、この平坦適性がある馬ってことで、ね、中距離馬でもそういうタイプを狙おうということで、まあ、この2つのタイプを組み合わせて今回はね5頭下位の馬をピックアップしてます。まあ、だから基本的にはこの5頭ボックスでいこうかななんて今のところ思ってるということですね。まあそれぞれ人気順にみたいな感じで、注目馬、ネット競馬想定でね、2、8、11番人気、そして1番人気、14番人気みたいな感じでね、並んでますけども、まあ、だから2、8、11がそのポイント1ですね。で、1番人気、14番人気がポイント2ということになっていきます。まあ、というわけで、今回はね、1頭ずつの個別事情を見ていきたいと思います。まず最初に注目するのが、現在撮影時でネット競馬想定2番人気サンライズウルス、まあ昇級初戦っていうのは気がかりなんだけれども、ダートのね1004、1006、1006と東京で勝ち上がってきた馬、これがまあ間ね中山のダート1008で負けてたりするように、1006か1004がベストの馬ですよというふうに見えてしまうと、まあ、もうちょっと本番人気を落としてくれないかな。まあノリさんが乗るんでね、カズオが乗ってた方が今の勢い的には良かったかなとか、その辺も踏まえてね狙いづらく感じてしまうところかなというところなんですが、まあね東京のあのダートのマイルコースってね時計出やすかったりするんであれですけれども、一応ね時計的には非常に優秀な時計で勝ち上がってきた馬ということも言えると思います。まあ、距離延長組を狙いたいって言いつつね、当てに行く意味でも人気サイドを1頭拾っとこうっていう意味では、まあこの馬一応ねピックアップする中には入れておきたいなというふうに思っている次第です。まあ、そしてここから飛ばしていきましょう。想定8番人気エアアルマス、5ヶ月半の休養明けで鉄砲実績1103と5戦して2回馬券に絡んでいるように休み明けが得意な馬です。で、前回の馬券絡みが昨年の臨空ステークスですね、年末最後の方のオープン特別ダート 1200m 戦、ダート1204あたりを中心に最近は使われていて、昨年のフェブラリーステークス5着、G15 着の実績馬が休み明け立て直して8番人気で買えるの。しかもまあ1004、1006あたりを使ってた馬のこの1007の距離延長はむしろ望むところ平坦小回りになる分だけ 100m、200m 分距離の一押しが効くから、まあ全然気にする必要がない距離適正の範囲内ですよという中で、1004、1006を使われてきた馬の距離延長どうなのっていう人気の盲点、これはねぜひ嗅いでいきたいと思います。まあ、そして11番人気名勝うずまさ、去年の3着馬とはカズサだったっけ、あれそう去年の3着馬ですね、勝ったのがカズサですね、名勝が2頭馬券に絡んだんだった。まあ、そうなってくるとね、もう去年の3着馬で最近も
ね、短めの距離でちょいちょい馬券に絡んでいる馬が、これ撮影月曜日にやったのが間違いだったかな、もうちょっと待てばもうちょっと人気順上がってくるのかなって言いたくなるような10番人気。去年3着って時点でね、適性があるのはもうこのコースに適性があるとか、ここで通用するっていうのはある程度明らかだと思うんでね、斉藤新から北村雄一だったら鞍上強化にもなっているし、金量も変わってないんでね、まあ説明の必要はあんまりないと思います。変えていきたいと思います。まあ、そしてポイント2ですね、1007の適性ありという組で言えば、想定1番人気になってしまいますが、ラーゴム、まあ、オープンでね、芝でもアンドロメダステークスを昨年勝ってます。まあ、そして東小富士ステークス、前回福島のオープン特別、この距離で勝ってるというあたり、まあこの距離の適性あり、まあこのね、父オルフェーブルってことになってくると、平坦小回り構成の適性、ブリーダーズカップディスタフ、オルフェーブルってこの種牡馬の子が勝っちゃったと考えると、本場ですら平坦小回りだったら勝てるということでね、まあ父オルフェーブル変えていきたいと思います。まあそして14番人気エクレアスパークル、まあ、ちょっとね、前走の東小富士ステークスの負け方が、まあ7着と、ただ 0.6 秒差だから3馬身ぐらいかな、そんなに着差ないよねって考えたら、まあ十分あれなのかなと。まあ、そもそもね、今年の正月文字ステークス、小倉でダート1700オープン勝ってます。まあ、その前のレースが、大宇ステークス、福島で準オープン勝ち上がってんですね。これもダートの1700で、遡ると夏どうなのかなと。まあ言うてね、福島小倉での連勝が冬なんで、冬が得意なタイプの体質じゃないのって思いたいところなんですけども、去年の夏札幌準オープン羊蹄山ステークス2着ということでね、なんだ夏でも十分走んじゃんと、去年の小倉で準オープン4着からの札幌で2着という形でね、うん、じゃあここ勝ってエルムステークスみたいな狙いができるのかなみたいなところでね、まあこの馬もダート1007適正組ということでね、平坦小回りダート1007、特別な馬場と特殊な馬場ということで、まあ、そこに実績がある馬だけを噛み合わせて、去年はねそんな感じで距離延長組とダート1007で勝ち星がある馬で、去年何万馬券だったんだこれ、去年のプロキオンステークス3連単194万4140円、今回も2桁人気に近いところをね、この今回取り上げた中の底の方の人気の馬で決着したら同じぐらいの配当になるかな。やっちゃうか、ボーナス出るしね、ボーナス10倍コース。以上、8位でした。